では今回は、ルーティンについてお話したいと思います。僕らはねドラゴン競技30ヤード幅とかね40ヤード幅の中に、まあ、球を打たなきゃいけない。それは皆様のラウンドと一緒ですね。フェアウェイとかの幅に打たなきゃいけない。これは一緒だと思うんですよね。で僕らが球を打つにあたって僕自身どういうルーティンをしているかというと、僕自身自分のスイングというものは走り幅跳びを例えてますん で走り幅跳びというのはスタートラインに立ちますよね。スタートラインに立ちます、はい、そこから走ります。走っていって踏み切り板で、はい、踏み切ります。で踏み切って、はい、着地します。終わりました、ね、それを僕は自分のルーティン、球を構えてから打つまでの間に当てはめます。どういうことかというと、まず自分自身あの向こうの150とかでかい木の方向に見せたいんであれば、後ろからまず狙いを決めます。この時点が走り幅跳びでいうスタートラインの上に立ってる状態です。目標が決まりました。もうここから走ってます。走り幅跳びで走ってます、ね、走ります。で第2段階として目標に対して直角の方向から入ります。入って第3段階でアドレスを作ります。この時点でもまだ走ってます。まだ助走してる段階ですよ。でここから、はい、第4段階で、はい、確認します。確認確認して、はい、第5段階で動いて、はい、第6段階でフィニッシュを取ります。で第5工程で踏み切ってフィニッシュ。そうすると1から6工程ありましたよね。その1から6工程の中で球を打つというスイングっていうのは6分の1ですよね。6工程ある中のスイングというのは1工程にしか過ぎないんですよ。球を打つために何するのかというと、第1工程後ろからまず狙いを決めます。で第2段階として目標に対して直角の方向から入ります。第3段階でアドレスを作ります。第4段階で確認して、はい、第5段階で動いて、はい、第6段階でフィニッシュを取ります。その結果球が飛んでいった。球を打つためのスイングというのは僕の場合6分の1に過ぎない。その他の5工程というのはすごく大事なんですよ。練習場でも必ず僕は必ずやるのは、一発打ちました、必ずアドレスをほどきます、もう一回入ります。だけどほとんどの方はそういうことはあんまりやりませんので、ぜひともこれを皆さん練習していただければ自分のルーティーンもしくは手順を見つけることができますし、スイングの1工程のことだけにこだわるんじゃなくて、それ以外の工程も入れることによって流れの中で球を打つことができますので、ぜひとも練習してみてください。